はい、こちらがざっくりとポルタマジョーレです。あんまり見えないかもしれないけど、こんにちは、ゆうみです。ローマに来ています。でしばらくローマに滞在するんですけど、まずは毎月恒例のね、9月の十二星座別のリーディングをお届けしていきたいと思いますので、お付き合いください。今回はホテルからのお届けになるので、ちょっと見づらかったりいろいろあると思うんですけど、ご了承ください。で、まあ、ローマのね様子もぼちぼちお届けしていきたいと思いますので、しばらくお付き合いください。では早速見ていきましょう。はい、それでは早速見ていきましょう。今回は2018年9月太陽星座乙女座さんたちへ向けたメッセージを下ろしていきます。はい、こんな感じで出ています。今月乙女座さんたちに関してはなんかすごく楽しい豊かさとか、プレゼントとかね、ギフトがやってきそうな印象のカードが出ています。だからそこに絶対的に必要なのは好奇心を持ってそれを疑わず行動すること。で、その先にある、まあ、自分が感じることとか得るものとか、そういう感性とか知識をね、信頼するっていうことがすごく重要にはねなってきそうなんですけど、その結果もたらされるものっていうのは、まあ、心の豊かさだったり物質的な豊かさだったりいろいろあると思うんですけど、今回に限っては物質的な豊かさがその先につながっていきそうです。まあ例えば実際にお金がね入ってくるような、何か話が舞い込んでくるなり、人にね教えることとかちょっと手伝ってあげたことでお金がもらえるとか、まさに壊れた家電を安く譲ってくれる方が現れてきたりとか、まあ公演のねコンサートとかのチケットをいただくだとか、何かしらそういう豊かさにつながっていくようなものがねいろいろとこう手元にやってきそうなので、まあ、インスピレーションなり新しいアイデアだったりとかねも含めて、そういうのがいろいろ手元にやってきやすい時期になってるので、気になることがあったらまずとにかく行動してみること、でそこで得たものとか感じたことっていうのをしっかり信頼して、後で全部つながってきますから、紙に書き留めてね置いておくとパズルのピースのように後々つながってきていいと思いますので、感じたこと思ったことあればぜひ紙に書いてね置いてください。今月はかなりねハッピーなサインとか出来事とかいろいろありそうな印象です。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今月、まあ全体的なね総評としては、好奇心を持って自分がやりたいなと思うこととか、インスピレーションとして降ってきた地名とかね、そういうところにはぜひ行ってみて、いろいろな経験をしっかりと遊び尽くしましょうみたいなメッセージが全体的に多かったように思います。その好奇心っていうのと出現っていうカードが全体的にすごく多かったのでね、それをやっていくといいと思います。で、まあ、なぜローマンなのかというとですね、まだ全然昨日着いたばっかりなんですけど、アバンダンティアをご存知の方も中にはねいらっしゃると思うんですけど、アバンダンティアと聖母マリアをローマでねちょっと下ろして、そのまあメッセージだったりエネルギーだったりヒーリングをね、遠隔をやりたいと思っているのでローマまで来ています。
まあ、別に来なくてもいいんですけど、ヒーリングだけだったら、まあ、やってみたいなっていうのと来てみたいなっていうのがあったので、ローマまで来ています。で、他にもまあ、ケルトのね、神様のあれが残ってたりとか、妖精たちがね、いろいろとなんだかんだと残っていたりね、その伝承的なものがね残っていたりとか、単純に建築とかも好きだし、まあ、そういうのも含めてちょっとイタリアまで来て、いろいろとねバラバラ回りながら、その辺のちょっとパワースポットを巡ってみたりとか、遺跡を巡ってみたりとか、もちろん教会、まあ、中にはね入れても撮影はできないっていうところがほとんどなんですけど、まあ、その様子をお届けしたりとかできたらいいなと思っております。で、まあ、宗教関係なくね、マリアだったりアバンダンティアだったり、その妖精とか精霊とか天使とかは、皆さんねガイドとして、まあ、コミュニケーションを取れる存在でもあるし、その感覚をちょっと分かってもらいたいなっていうのもあって、実際こっちまで来てねやっています。なんか旅しながらだったらふらふら喋ってることがちょっとお勉強にでもなったらいいなというところです。もちろん建築物にも意味があるし、モチーフとかにも全部ね意味があって、昨日ちょっと見てきたんですけど、こっちだと教会の中ほとんどセラフィムばっかりなんですよね、その天使の像とか。だからそういうのもなんか喋ってると知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、まあ、そういうね小ネタをちょこちょこ入れながらお散歩した動画とかをねお届けしていきたいなと思っております。インスタグラムとかブログでは動画はダメだけど写真が撮れたっていうところをアップしてね、ちょっと小話も込みでお届けしていきたいと思っておりますので、そちらもぜひチェックしてください。で、9月全体のワンオラクルっていうのもブログの方に上げていて、それは概要欄ブログのリンク貼ってますので、興味がある方はそちらもご覧になってください。で、この動画面白かった、役に立った、次も見たい、スピリチュアルの話聞きたい、女神のこと気になる、天使の話聞きたいなどなど、いろいろあればぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。やる気出ます。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。何かリクエストがあったらコメント欄に書いておいてください。バイバーイ。